息子さんの、総務省に対する違法な接待の疑惑が持ち上がっております。今日は、秋元局長と湯本審議官にもご出席いただいておりますので、コロナの質問の前に少しこういう世の中が一番大変な時期に、私、この件でやっぱり安倍昭恵夫人の森友問題を思い出すんですね。そういう総理大臣のご家族が役所と密接な関係を持って、役所の方々もやっぱりちょっとまずいかなと思っても、総理大臣のご家族から言われると、それはまあこう、ね、断りきれないと、そういう部分ではがあるんではないかと、そういうことで政治の私物化、公私混同が進んではならないと思います。総務省情報流通行政局長、秋元芳徳君。お答えいたします。お尋ねの件も含めまして、国家公務員倫理審査会、そして総務省の内閣官房による懲戒処分担当による調査の対象となっております。調査を受ける立場として真摯に対応してまいりたいと思っております。この場での答弁は控えさせていただきたいと思っております。委員長。山井勝則君。この調査といいますか、今回の件で今、調査してるんだと思うんです。秋元局長。総務省、秋元局長。お答えいたします。会合に至った経緯やその背景も含めまして、調査の対象となっておりますので、この場での回答は控えさせていただきたいと思います。委員長。山野井和則君。いや、その調査以前の話を聞いてるんです。総務省情報流通行政局長、秋元芳徳君。過去の経緯も含めまして、調査の対象となっておりますので、この場での回答は控えさせていただきたいと思います。委員長。山野井和則君。いや、これ、まあ、そもそも、この衛星放送関連会社に、総理大臣、元総務大臣の息子さんが入っておられ。秋元芳徳君。お尋ねの件につきまして、ただいま調査を受けている最中でございまして、個別の内容を差し控えさせていただきます。いずれにしても調査を受ける立場として、その調査には真摯に対応してまいりたいと思っております。委員長。山野井和則君。報道にはもう出ております。報道に出て。総務省、秋元芳徳君。報道がなされていることは承知しております。ただ、現在、国家公務員倫理審査会、そして総務省の大臣官房による懲戒処分担当による調査を受けている最中でございまして、これ、相手先の企業のこともあるものですから、個別の内容は差し控えさせていただきたいと存じます。いずれにしても、調査には真摯に対応してまいりたいと考えております。委員長、山野井和則君。調査始まってるんですか？何回ヒアリングを受けられたかお答えください。秋元芳徳君。調査は受け始めております。何回で来てください。何回ですか？答えてください。先ほど質問しました。何回ヒアリング調査を受けましたか？総務省情報流通行政局長、秋元芳徳君。向こうだなんて言ってないじゃない。はい、静粛に。調査の内容に関わることについて
調査を受ける立場の私から、ご答弁差し上げるのは控えさせていただきたいと思います。委員長。山井和則君。いや、これ、早急に調査結果を出していただきたいと思いますが、人事院にも申し上げたいと思います。人事院、この件は、